柏原正樹は日本の数学者、京都大学名誉教授、理学博士、茨城県結城市生まれ、大阪府池田市出身、京都大学数理解析研究所所長、国際数学連合副総裁を歴任、東大在学中に数学者佐藤三清に認められる。佐藤が京都大学数理解析研究所に移るのに伴い、京大へ、 佐藤三夫の弟子として、佐藤の大数解析学を共に建設、発展に尽力している。主な業績として、超局所解析学、極大過剰決定系の理論、量子群の結晶規定、帯域規定の理論、D 科群、柏原丸グレンチの V フィルトレーションなど、ヘルゲセン予想、ラスティグ予想の解決に貢献。コズダンラスティグ予想、一般次元、リーマン。 ヒルベルト問題の解決、ソーシーにおける、佐藤定理への貢献。メムワーズ63、トラレイティドバイアンドレア D、アグノロ・アンドジーン、ピエール・シュナイダース、ソシエテ・マシュマティックでフランス1995、ISBN2 から856290469。ありがとうございます。